な荷物が全部で 100キロちょっと行きますか。新たな旅に出発です。楽しみ。今はこれは羽田の第3ターミナルです。羽田です。久しぶり、3年ぶりぐらいの羽田空港。さあ、これが50キロぐらいあるから分けないと。そうだね。ちょうどこんな素晴らしい。素晴らしいのね。よし、入った。これ便利です、結構。これもコルクラの。今出てるかちょっと分かんないけど、便利。165円、円からドル。すごいよ、165円。やばくない？やばいね。やばいよね。それはやばい。さすがに165円だと、ね、行き先は今回ドルだしな。そうだね。まあいいでしょう。入れたよ。やっぱ早い ね。一瞬ピュッピュッピュッと。よし、どうする？ショッピング。ショッピングする。142、こっちはあんまないかな。どこにあるんだろう。あっちじゃない？あっちから見てみる。な、上もありそうだけどね。ラウンジもあるんだ。見て、JAL の遅延。やばいじゃん。11時の予定が20時だって。ニューヨーク行き、うん、俺らはまずね、まずはこれです。ミネアポリス行きデルタ。はい、15時55分で、そこで乗り継ぎです。空港も高い、1480円。これは自動運転の車両なんだけど、乗ってから、乗ってから行き先を押すんだって。そしたら自動で行ってくれるらしいよ、そのゲーム。すごいね、ユニクロがあるじゃん。ワシントン。今日はミネアポリス乗り継ぎでワシントンだから、うん、あれか、ボルティモア、ね、ボルティモア空港に行って、ボルティモアワシントン空港とかいうらしい、うん、3つぐらいあるんだよね、ワシントンは。そう、3つぐらいあるらしいよ。なんで今日はワシントンです。でそちらは今回行くか分かんないけど、ニューヨーク。ちょっと日本がね、梅雨になっちゃったんで1ヶ月ほど避難です。1ヶ月ちょっとか、35、6日。1ドル165円する。ちょうどそんな時期にアメリカに1ヶ月いるんで、はい、挟んで。ゲート108のところにセブンイレブンがあるじゃん。寄っとこうか、うん、ちょっと買っとく、うん、水も今ないからさ。いや、すげえ助かるな、これは。値段が100円とかだもん。ラーメンもあるし。お、これだね、今日は。はい、あ、隣にユナイテッドか。ユナイテッド、こんちのマークのアナもいるよ、うん、そろそろボーディング。お、ミネアポリスセントポール国際空港行きにご搭乗いただきまして誠にありがとう。 Everyone on board. So before we depart, please pay attention to this important message. Stow all carry-on items in an overhead.
Southbound Airlines is proud to be the official airline of the Team USA for all Olympic and Paralympic Games. Paris. さあ、来ました。おー、うまそう。チキンとポークだって。そうそう、美味しそうだな。美味しそう。超美味しそう。これは何？これはなんだ。うん、美味しそうだね。いいね。ご飯じゃなくてさ。いいじゃん、マッシュポテトで。あ、バームクーヘンだね。あとチーズとクラッカー。うん、いただきまーす。これはトマト。そちらは。お、すげえ。スタバじゃん。そうだね、そういえば。デルタもそうか、あれユナイテッドもそうだったか、忘れちゃったね。最高ですね。いいね。もうアメリカでは飲めないかも。高いかな。シートベルトが肩にも片付いてること、もう下に飛行機だね、いっぱい飛んでるね。あの飛行機の後に並ぶんだな多分。真正面だね今。あ、you can recheck your luggage. 超言うね。Or take a right where you find an escalator and elevator that will take you down into the twin. まあ投資でできないってね、なんか慣れてないとね。やばいね。どうしたらこんなぐちゃぐちゃになるの。三撃じゃんこれ。見てよ。すごいね。あ、晴れてます。あ、これか工事。多分これこれ。滑走路閉まってるって。あ、疲れた。ああ、無事無事国内線乗り継ぎのロビーに来ました。入国もできたね。よかった。ちょっと入国のだけ整理しとくと、まずはミネアポリスはめちゃくちゃいいね、うん、いつもニューヨークとかニューアークとかラガーディアとかさ、ハワイとかもめちゃくちゃ混むじゃん。入国に1時間2時間かかるじゃん、うん、入国審査に、うん、それがさ、ここは一切もうガラガラだったからさ、何人ぐらい10人ぐらいしかいなかったよ ね、 なかったね、アメリカ人じゃない人たち、うん、めちゃくちゃ早かったのと、家族での入国審査 OK だったね、うんうん、で結構聞かれた。30日以上だからなんでそんないるんだとかさ、うん、何しに行くんだとか結構聞かれたし、うん、職業とかいろいろ聞かれたから、うん、そこら辺はちゃんと準備しとかないとダメだね、うんうん、でその後に1回荷物をピックアップしてその場で、で荷物チェックがあって、でそこ通ったらすぐに荷物をまたすぐ預けるところがあって、もうそこは置くだけだよね自分で。そうだね、うん、でスッと置いたら、もう元々最初に
最終目的地までのタグはついてるから、うん、自分でそこに乗っけるだけで、もう一回手荷物のチェックがあってここのターミナルに来れたと、そういう感じだね、うん、今何時？3時8分、到着が2時5分ぐらいだったから、まあ、1時間ぐらいか、やっぱり。そうだね、あ、だから2時、それで行くと2時間の乗り継ぎでも行けるけど、まあ運が良かったから行けただけだね。早速物価はどう？あ、そんなだね。あ、でも高いか。コーヒーがね、スターバックスフラペチーノが 6.5。 あ、そんなもんか。あ、だから1000円ぐらいか。あ、1000円か、高いな。あ、アイスティーが、あー、高いね。全部1000円ぐらいしてるね、飲みも。どうして見るとそんな高くないの？これさ、ゲート見とかないと。ゲートが A から F まであるからね。うん、アウトドアショップあった。早速イエティとかあるじゃん。あ、アーク持ってるじゃん。え、すごいね。結構綺麗じゃん、ここ、ね、空港が大きいね。大きい。お店がいっぱい入ってる。あ、スタバもあるよ。値段見てきなよ、うん、フードコートもある。わあ、シェイクシャック買った。シェイクシャック大きいんじゃない？あ、シェイクシャック、俺日本で食べたことないからさ。いくらぐらいすんの？ダブルで 10.59。 あ、でもハンバーガーだけか。ハンバーガーだけだな。バーガー、そうだね。そうだよね。おー、ダンキンドーナツ。ダンキンドーナツは、すごい水入れるらしい、こうやって。なんだあれ、隊列？何？あれ、自動運転かな？違うで。あんな綺麗にさ、感覚で。違うかな？さすがにありえるよね、アメリカなら。軍隊もいるじゃん、なんか。ねえ。おお、来た来た。ちょっとこれ乗って戻ってさ、向こうにラウンジがあるからさ、すぐそこに駅があるから、これで乗ってけるでしょ、向こうに。3分ごとだって。早いね。すごいね、これワイヤーで引っ張ってんな。ロープウェイみたいな、ね、自由の国。いいね、ここが一番のんびりできそうじゃん。ねえ、寝てていいんだからさ、あそこで。お、パンダ大人気じゃん。安いのかな。サイドが一つついて、あ、10ドルぐらいか、うん、あ、ラウンジあるね。エスケープラウンジっていうの。あと5時間あるから。お、すごい、自動で開いた。何があるかな。すげえ、レイキャビック行きだって。アイスランドじゃん。あ、そうか、大西洋渡ってすぐ行けんのか。あ、遅れちゃったね。8時半なの。まだね、明るいんだよね。さあ、そろそろ最終目的地へ出発です。ここから2時間半ぐらい。Sometimes we know where it leads.
21、2時間じゃないのもう。そうだね。ねえ、今だって日本は1時でしょ。4時の飛行機だったから21時間か。おう、うまいね。国際線とえらい違い。無事到着。到着地はワシントン。ボルティモアか。まあワシントンだよね。ここは今日は明日が独立記念日だからさ、なんか盛り上がってる。あ、カートないのここ。さあグラブで行きましょう。グラブ、グラブじゃない、ウーバーか。037。もう夜中1時で、ここから50キロぐらい離れてるみたいだから。乗れました。40分、50分ぐらい、結構あるの。今日はベセスダってとこだね。ベセスダか、ベセ、何？ベセスダか、メリーランドだね。ワシントンから地下鉄でちょっとのところです。ちゃんとね、ルートが出てるからまあ大丈夫でしょう。運転手さんの評価も問題ないです。 4.96、 1500回以上のサービス、ドライバーさんの詳細も見れます。7158回、星 4.96、 6.5年。今何キロ？75。結構速い。結構速い、いい感じです。一番左車線、あ、そうでもないか、真ん中か、4車線あった。そうそう、そろそろ着くよ。都会になってきました。おはようございます。おはようございます。さあ今はベセスダ駅の近くです。はい、早速ワシントン DC に行ってみましょう。行ってみよう。今ここはね、メリーランド州なんだ。ワシントンの隣でね、地下鉄で多分 4,5 駅行ったらもう一番都会のところ、ベセスダっていう町なんだけど、ここはマリオットの本社があったり、ロッキードの本社があったり、そういうところらしいです。ちょっと高級な住宅地かな。そういう感じだね。ワシントンから近くって、電車で10分15分ぐらいで行けるみたいだから、そういうところです。いい、あったった、ベセスダステーション。治安も良さそう。そうだね、こういうレンタル自転車もあるし。で、今日はアメリカの物価が高い高いってよく聞くじゃん。それがどんくらい高いのかをちょっと今日はまず1回目はね、ちょっと様子を見ないと。まあ確かにめちゃくちゃ高かった、空港は。エビアンが500ミリで1000円してたりさ、あのマックが2000円近くしてたりしてたから結構高そうで、夜乗ったさ、ウーバーも空港からここまで乗ったんだけど、あれでいくらだったかな、70ドルぐらいだから1万円以上してたし、結構高そうだから、まあ、ちょっとまず物価感をつかみたいから、ちょっとまずそれをやってみましょう。はい、まず DC 行ってホワイトハウスとか行ってみようか。はい、今ねレートが1ドル160円ちょっとで、空港で買えたらね1ドル165円ぐらいだったの、だから1万円買えたら 60.5 ドルぐらい、なんで 60.5 ドルを握りしめて、どれぐらいのことができるか、1万円あればね。そうね、やってみようか。一瞬でなくなるかも。それか意外と物価は高い高い言ってるけど、普通の安いとこなら大丈夫かちょっと分かんない。で今日も地下鉄乗ったりするんだけど、その費用はちょっと含まずに1万円分をご飯だけでちょっと過ごしてみようかなと思ってます。はい、では行ってみましょう。すごいねこれは、えらい地下だ。いやー、地下鉄マップあるね。ここに地下鉄マップがあるから、で行くのが今がベセスダ。ベセスダここでしょ。でだいたい真ん中がデュポンサークルか、そこら辺だよね。デュポンサークルあたりだと思うんだ。あ、ホワイトハウスはこっちか。
まあここかメトロセンターとかだね真ん中はこの辺りだね、うんうん、OK でメトロセンターまではいくら例えばメトロセンターまでが 4.1 あすごいねで夜とウィークエンドは全部 2.5 なんだどこまで行っても 2.5 だ本当だねねいいねうん、うん、でメトロセンターまでが 4.1 ドルで行けますよと、うん、そういうことだねでこういうパーチェースパスっていうのがあってワンデーアンリミテッドパスが 13.5 スリーデーアンリミテッドパスが 33.75 でセブンデイパスっていうのがあってセブンデイのショートトリップパスが 40.5 アンリミテッドが 60.75 でセブンデイのバスだけだと 13.5 ドルであるみたいあだからショートトリップの 40.5 でいいかなそれでいきましょうこれですこれでまずねファラガットノースって読むのかな、うん、がね 3.8 ドルでいけるから、うん、そこまでいきましょうはいなんかいっぱい人もいるし全然怖くないねそうだねうんうん綺麗だしでこれがレッドラインっていうやつかなやっぱね危ない地域はあるみたいだから、うんうん、あんまりボケット変なとこ行っちゃうとダメみたいこれで言うとこっちの方あの空港の方危ないみたいあのこっちの方だよねこっちの方、うん、だから俺らの空港ボルティモアとかはちょっと危ないみたいこの赤のラインが通ってないこっち側 がちょっと危ないんだうん、うん、OK 次は2分後に来るって意外とすぐ来るねおいいねキックボードそのまま乗っけれるんだね自転車も乗っけれるもんねノース多分これだよねホワイトハウスホワイトハウスこことりあえずやっぱまずはホワイトハウスでしょそうでしょ行ってみよう、うん、地下鉄があここは深くないすごかったじゃんベセスダ暑いからな今日も最高気温37度だって暑いね気をつけないと、うん、水はいっぱい持ってきてるけど高いからさ買うと高いからねさあアメリカのど真ん中ですよ。あったあった。ホワイトハウス。こっちがさ、キックボードは車道じゃないのね。歩道なの。うん。やっぱ車社会だからさ、うん、車の邪魔だけはさせないんじゃない自転車も結構みんな歩道走ってるしね、あ、そうだね、うん、歩道走っちゃダメって書いてあるとこもあったけど、うん、都会だねなんか丸の内みたいここはさすがにオフィス街なのかなねえねあこんな感じか、うんやっぱ日本と違うねテントスケボーダメってのはよく見るけどさまあ海外はアルコールも外じゃダメだけどすごいね鉄砲とか怖いねダメにしてほしいねそして見てこれも海外っぽい水を食らうっていうねあ止まっちゃったこうど真ん中にもこんな公園があってさ緑があって緑
が多いよね。そうそう、すごい多い。だって家からもさ、すごいじゃん。おお、かっこいいな、警察の車が。フォードか、すごいな、車が。何ここ、車がすごいんだけど。 NATO サミットかな、これもう。うん、ここ何、これ、これで何かやってるよ、ここで。ああ、ここが何かなんでしょう。もう NATO サミットの何かかもしれないね。すごいね、見てよこれ全部。すげえね、こんなさ、いかついのがずっと並んでる、なんかそう見ないじゃん、ね、怖いもんね。けど運転してる人、女の人とかだった。なんか制服着てたけどね。もうこれホワイトハウスじゃない。あ、ホワイトハウスっぽい。すげえ、いきなり着いた。多分ホワイトハウスでしょう、これ。ホワイトハウス。ホワイトハウスが。なんか今奥の方にちょっと見えた。ほら。本当だ。あっさりこれだね。ね。日本の国会議事堂よりセキュリティが甘いかもよ。あっちだよね。あれあれ。なんか日本厳しかったじゃん、警察が入っててさ、うん、警察が立っててさ、なんかこれ以上入んないでくださいみたいな。そこもあるんじゃない。でもなんかこっちの方がサクッと来れたし、なんかすごいね、前がホテルとかなんかわかんないけどさ、ね、要人がいっぱい来てそう、うん、NATO サミットがもうあと 2,3 日だからさ、いっぱい来る。ゼレンスキーも来るんでしょ。そうなんでしょ。すごいよね。ゼレンスキー来たらちょっと見たいな。すごいね。後ろにモニュメントも見えてる。あ、本当だ。すごい。おお。見て見て、テレビやってるじゃん。あ、やってよく見るよね。ね、ああいう BBC とかさ、そういうので。ここは BBC じゃないか。CNN か。ロシア語じゃん。なんかいっぱいだね。こっちもあっちもどっちもさ、日本のあれはいない。 NHK ですわ。11日あたりはいるかもね。そうだね、もしかしたらいるんじゃない。岸田総理も来るんでしょ、うん、ニュースになってたもん。そうだね、うん、NATO じゃないけど。すごいホワイトハウス。何やら。なんかジーザスイズキングって書いた。すごいね。こんなにさ、勝手に音楽をかけまくってさ、すごいよね。音楽はなんかポップな感じじゃないね。なんかこんな緩いんだね、セキュリティが。みんな中入ってるんだろう ね、 ね、ホワイトハウスも見学できるようになってるのかな、今、うん、セキュリティが弱いというかさ、相当自信があるからこんなんしないでいいんだろうね、うん、多分なんか上からスナイパーでも狙ってんのかな、なんかテロでもあったら。あ、まあ、どうなんだろう。だって駆けつけるまでに何分もかかるじゃん。すぐだよね、うん、すぐ来るでしょ、うん、ここは何だろうね。すごいね、なんかこの辺りは。歴史的な。
なんかいっぱいいっぱいテレビ局だよ。すごい一人でやってるじゃん。すごくない？ライトから。かっこいいね。なんかうわすごいね。うわ。観光の時はさ、あの自転車借りてもいいね。24時間借りて8ドルなんだって。便利かもしれない。事件か。ポリスとね。怖いね。鉄砲事件かな。あ、マックあった。結構さ、カフェとかもいろいろあるけどさ、そういうカフェとかだと値段なんかピンキリじゃん、日本で。高いカフェから安いカフェから。そうだね。だからちょっと値段の感覚つかみづらいから。まあ、マックならね。そう。だから今日は知ってるとこばっか行こうよ。マックとかスタバとかさ、うん、日本にもあって知ってるところ。いいね。うん、まあ面白くないけどいいでしょ。まあ物価調査とか、ね、そうそうそう。すごいね、みんなトランシーバー持ってさ、前の人。映画の世界だよ。ねえ。本当に。こんな世界があるんだね。だいたいこの車何なんだろう、見たことないな。超かっこいいもん。渡っちゃおうか。マックマック。コンティニュー、ランゲージ選べるじゃん。あ、そうだよね。英語とスペイン語、さすが。俺ね、バーガーのね、何にしようかな。ダブルクォーターパウンダー with チーズ。ダブルベーコンクォーターパウンダーならんだ。じゃあこれのセットで、ラージコーク、あ、ラージドクターペッパーにしよう。はい、アドユアオーダー。あとはオレンジね。はい、オッケー。はい、アドユアオーダー。おお、高い。いや、やっぱ高いね。マックが2人で4000オーバーだもんな。しかも別に普通の料理だしね。ビッグマックとかクォーターパウンダーとかその程度だもん。さあ来ました。これでおいくらかというと、頼んだのがダブルベーコンクォーターパウンダーウィズチーズのコーラがラージで、値段が 12.39 ドルで、こちらが、ベーコンクォーターパウンダーかな、うん、だよね、うん、のオレンジジュースのポテト L2 つともで、こっちが、オレンジジュースにしてプラス 2.1 ドル、うん、で、こっちがこっちが 13.89 で、それに税金が 10% トータルでかかって 12% ぐらいかかってるのかな。で、トータル 28.91 ドル、日本円にすると 28.91 ドルは165円で、うん、4,775 円。あと5,000円しか残ってないじゃん。一瞬だぞ1万円多分。もうなくなりそう。やばくない？そんな高いの？やばいね。え、いただきます。うん、ポテトもな、別に日本のラージと変わらないしさ、ハンバーガーも別に大きいわけでもないしね。ジュースはちょっと大きいかな。これどんだけ入ってんだろう。大きいね、うん、あ、うまい、いいね、オレンジも3つ目だもん。うんうん、あ、 100% じゃん、いいね、うん、高いけど、うん、まあいいでしょう。チェリーだね、それドクターペッパーにしたのかな、俺多分コーラと思ってたけど、美味しいね。うん、私のが高いんだ。うん、これがね、オレンジジュースが、うん、
オレンジジュースが2ドルプラスだから、うんうん、美味しかった。美味しかったね。美味しかったけど高かった。高かったし、ちょっとお店の中の治安がちょっと悪い。多分一番安いファミレスというかああいうとこなんだろうね。あ、そう、そういう位置づけなのかな。だよね。もしかしたら。うんうん、パーキング1時間1650円。あ、けどどう？意外と安いね。アーリーバードエンドあと7時半までに止めたら1日16ドル、うん、2000円ちょっとじゃん。1日止めても22ドルだから3500円ぐらいか。意外といけるね。意外とね、うん、東京のど真ん中と思ったら。そうだね、うん、まあだからあれだな、円が弱いからさ、うん、円に直したら結構びっくりだから、うんうん、1ドル100円で考えといたらまあまあまあ、そんなもんかなっていう。まあけどな、1ドル100円には最近ならないもんね。1ドル120円だな。1ドル120円で考えて、まあちょっと高いかなぐらい。スタバさあどうでしょう。スタバはフラペチーノある？あるよ。フラペチーノ一番先にあるじゃん。一番前にフラペチーノ。ああ反射しちゃって見えなかった。6ドルぐらいか。そうだね。グランデ。グランデしかないんだ。グランデとあと何メニューが。あ、意外と安いじゃんこれ。ペアリングメニューがさ、クロワッサンとアイスコーヒーで、あー5ドルからだな。エッグモッツァレラが5ドル800円ぐらいか。あクッキーが460円してるもんね。アイスラテのベンチとこれはバニラクリームフラペチーノかな。そうのベンチ両方これね2つでね 12.32 ドル。意外と安い。意外と安かったね、うん、2000円、うん、安いよね、うんうん、意外とね。さあこれで残り3200円。うん、うん、大変だぜ。なんかすごいね。ねえ、なんだなんだ。メトロセンターステーションどこだ？これか。だよね、多分。さあ、こっからちょっと地下鉄乗って、もうほぼほぼなくなっちゃったからさ、一瞬で1万円は。ちょっとスーパーに物価調査に行きましょう、はい、どんなもんかな。やっぱホールフーズが有名だからさ、うん、ホールフーズに行こう、はい、あの家に帰る途中にホールフーズがあったから手前の駅で降りてね、うん、フレンドシップハイツ。あ、来た。大丈夫でしょう。ここがあれか、D.C. とメリーランドの間最後のところ、うん、でここにねホールフーズっていうスーパーがあって、まあ結構人気だよねホールフーズって。日本人に。そうだね。ハワイにもあってなんか人気だよね、うんうん、ちょっとこうオーガニックな感じとかさ、エコな感じ、うん、なんでここでちょっと物価調査をしていきます。さあここです。お、オールクリーム&フリーズンデザート 50% オフ。あ、ウィズプライム。プライム会員だって安いんだよね、アマゾンプライム。綺麗だね。もう麻痺してるけど、コーヒーのコールドブリューコーヒーのラージが 4.5、ここから税金が入った5ドルぐらい、800円。
そんなもん。でスムージーあれいくらだ？9ドル？8ドルだね、うん、あだから税金入れて9ドルぐらい。高いね。1400円、1500円。でもコーヒーはそんなに高い。コーヒーはそんな。でもこれミルクなしだけどね。だってラテが 3.5 だもん。ああ本当だ本当だ本当だ。あ安いじゃん。俺こっち見てた。でもホットだよ。ホットラテだよ。上はそうだよね。そうね、うん、普通のラテだね。これだね。だからでこれが900円ぐらい。マフィン、なんていうんだこれ、マフィンでね、エッグマフィンが、これに至っては900円。やっぱそんな安くもない、うん、全部重さだからさ難しいよね。チェリーがプライムだと 4.69 なんだ。で普通だと7ドル。あ、セールプライスで 5.2、 1ポンドね。これでね、これがねどんくらいかというと 1.38、 1.4 ポンドだね、うん、これでそれでいくとだいたい8ドルぐらい、うん、あ違うか、7ドルぐらい。アボガドが、あ、1個、2か。お、グアカモレじゃない？ディップ。おわ、これで1600円、1700円ぐらい。あ、レモンが1個99セント。150、160円。これが、みかんかな。6.49、1000円。1000円だぜ。結構高いですやっぱり。アップルは1個 2.49、 1個じゃないか、1ポンド 2.49、 200g ぐらいかな。これ1個200ないかもね。200ないかも。結構高いです。うん、バジルだ。バジルだね。で1つ500円ぐらい。こういうサラダはだいたいこれでロープライスだって。これで 4.99、 800円ぐらい。結構入ってるじゃない、うん、これね、うん、ケール、ベイビーケール。ほら、あ、まあね、結構大きい。ピーナッツバターだ。やってこう、後で絞れるやつ、自分で後でやろう。トマトがこれで800円、900円ぐらい。全部そんくらいが。これも800円、900円ぐらい。これでアボカドロールで 10.99、 1700円ぐらいか。1800円ぐらい。ベジタリアンサラダロール 9.99、 1600円、1700円ぐらい。これも寿司セットが 13.49。 おお、2000円か、うん、そんな感じです。うん、まあ、量は多いけど、3200円、20.3300円とかか。お、日本より安いもんがないね今のところ。困ったな。牛乳安いんじゃないかな多分。お水は安い。あ、お水は安いね。1ガロン、これそうだよね。 3.7 リッターで230円ぐらい。230円、240円ぐらい。まあまあ、牛乳はどうですか。牛乳ぐらい安くあってほしいな日本より。牛乳がね、1ガロン 4.59 ドル、リッターが200円ぐらい。お、日本より安いじゃん、ついに。うん、日本
ようやく同じくらいかな。でもちゃんとした牛乳だからね。ジュースは高いよね多分。あ、オレンジジュースが 4.99 ドル。これは何リッターだ、ちょっと大きいけど 1.75 リッターだ。1リッターあたり470円か。高いね。日本だと今いくらぐらい、300円しないぐらい。まあちょっと高いよね最近日本も、うん、けどやっぱ高いねアメリカは。あ、卵は、あ、意外と安いじゃん。 4.49 ドル、12個で740円。おー高いな、超高いな、うん、そんなすんのか。でも12個入ってる。12個、日本10個か。けど200円じゃん日本だと。高いな。けどハワイだとあれが15ドルするって言ってたからさ。お肉はどう？トマホークの USDA チョイスか、プライムじゃないけどチョイスで1ポンドで3,400円、グラム700円ぐらい。あ、まあまあだね。全体的に高いね。高いね日本の倍じゃ効かないな。すぐ5000円は行くね。すぐ行く、うん、5000円、1万円行くんじゃない。5000円って言ったらだってさ30ドルだもんね。だね、うん、高いな。パンはね、あ、ベーグルが1個1ドルぐらい、うん、160円ぐらい、うんうんうん、まあベーグルあんま日本にないか。普通のパン、こういうパンでどうだろう。あ、あるよ、あるある、食パンも。バゲットで 3.5 ドル、577円。あ、バゲットね。あ、結構するな。全部1000円ぐらい。まあここら辺はちょっと分かんないね、日本もこういうの高かったりするから。ここはコーラ置いてないらしい、うん、だいたい 2.5 ドルぐらい。ポテトチップも高い。こっちなんて 2.39。 重さは、あ、まあ280か。日本のビッグサイズの倍ぐらい入って 2.39 ドル、400円ぐらいだ。あ、日本と一緒ぐらいだね、初めて、うん、あ、高いな。このホールフーズブランドでこれだもんね。これなんかもう5ドルだもんな。はあ、800円だで。すごくない？どれにする？こっちは本当の冷たい系か、コールドなね。あ、ここかな。ここら辺で、あ、でもこれ難しいね。重さがさ、サラダホットバーがさ、パーポンドが 11.99 だから。じゃあ2ポンドまでいいんだ。そうそう、そう、2ポンド、1.8 ポンドぐらい。あ、税金が入るから、もうちょっと、1.5、6ポンドってところ。あ、じゃあ重さ見ながらや。そうしようか。何にしよう。美味しそう。そうだね。うん。じゃあこれね。はい。これで多分いいぐらい。1.62 ポンド。はい。買えました。いくらだったかというと、完璧だよ。すごいよ。21.02 ドル。高いな、超高いね。結構高いね。3,300円、やばいね。これで3,300円か。3,300円、しかも多分一人分ぐらい量は、ね、ちょっと足りない。ちょっとね高いね。まあこんな感じです、アメリカの物価は、はい、やっぱ高いね。ちょっとマックがびっくりしたかな。やっぱりマックが4800円だもんね、うん、で、まあスタバはまあ高いけど1杯1000円だから、うん、1人ね、2人で2000円だから、うん、高いけど、まあまあ、まあ
許容できるかなっていう感じ。そうそうそう、うん、スタバじゃなくてちょっといいコーヒー屋で飲んだと思ったらいいかな、うんうん、でだけどあとお惣菜ちょっと買ったらもう1万円だから ね、 ねこれはちょっと大変だぞ、ね、旅行も大変だけど住むとなったら相当大変だ ね、 ねマジでドルで仕事してる会社じゃないとちょっとやっていけないね。うん、俺らはさまだこのドルがさいっぱい余ってたじゃん、海外で働いてた時のが、うん、円から両替してないからまだまあドルで換算してるからまだいいけど、うん、今回ちょっと円に換算してみたらちょっととんでもないね。さあ帰ってきました家に、うん、美味しそうだね。21ドル3400円の食べ物です。食べ物食べ物食べ物ストリーパーしまうよ、間違いだ。いただきます。いい、さっき食べて。どうぞ。うん、美味しい。これこのチキン超うまい。美味しい。うん、美味しいね。ホールフーズ、いただきます。うん、これも美味しい。うんうん、うん、美味しいね。